こんにちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなーちゃんです。今回はもう一人のタイムリーパーは誰なのかについて考察いたします。実はずっともう一人のタイムリーパーはひなじゃないかなと思っていたのですが、とある違和感に気づき、ひなはブラフでエマがタイムリーパーなのではないかと感じたんです。そこで今回の動画ではひなのタイムリーパー説、その上で感じた違和感について、エマがタイムリーパーであることで辻褄の合う出来事などについて考察しているので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんの思うもう一人のタイムリーパーは誰なのかコメントにて教えてくださいね。なお本編のネタバレの内容を含みますのでご注意ください。もう一人のタイムリーパーの存在。2018年1月、通り部公式ツイッターに寄せられた東京リベンジャーズというタイトルに深い意味はありますか?という質問に対し、公式アカウントからなんで複数形になっているのか考えると面白いかもしれませんと、なんとも意味深な回答がなされました。リベンジとは復讐という意味で、通り部におけるリベンジャーというのはもちろん、タイムリープをしてヒナを救おうとしている竹道のことを指しているはずです。それがタイトルでは複数形になっていて、そこに面白い理由があるとすれば、竹道の他にもタイムリーパーがいるという意味だと考えるのが妥当ですよね。もう一人のタイムリーパーとして竹道が疑っていたのはキサキですが、死に際にキサキが残した「お前まだ俺がタイムリーパーだと思ってんのか?俺は」という言葉から察するに、キサキ自身はタイムリーパーではなかったと思われます。では誰がもう一人のタイムリーパーだったのでしょうか。冒頭でもお話しした通り、私はずっとヒナがタイムリーパーだと推測しており、今回その証拠を探ろうといろいろと考察していたのですが、その中で実はヒナはミスリードでエマなのではないかと思う違和感を発見しました。まずはヒナがタイムリーパーだと言われている理由をご説明し、その中でエマだと思った理由をご紹介いたします。22巻の表紙と裏表紙。ヒナのタイムリーパー説において最も強い根拠がこの22巻の表紙と裏表紙です。通り部単行本の表紙と裏表紙の関係については、公式ツイッターにて涌井先生書き下ろしの仕掛けがあること、基本は表紙のキャラクターの過去のワンシーンを切り取ったものであるが、たまに表紙には書かれていないキャラが映り込むことが明かされています。そこで問題の22巻はというと、表紙は時空間のようなところで駆け出している竹道で、裏表紙は同じく時空間のようなところで手を伸ばすヒナが描かれているんです。つまり表紙に描かれていないキャラが映り込むパターンだとわかります。またこの表紙と裏表紙を見た時に思い出されるのが、22巻とよく似た構成になっている単行本5巻の表紙と裏表紙です。5巻では渋谷を背景に竹道と直人がそれぞれ握手をしようとしており、本編での立ち位置をなぞるようなものになっています。5巻と同じように22巻も本編での立ち位置をなぞっているのであれば、表紙の竹道はまず間違いなくタイムリープしている最中であり、同じ構図で書かれている裏表紙のヒナもタイムリープしているのではないかと考えられているんです。個人的にもこれはかなり有力な説ではないかなと感じ、ヒナがタイムリーパーだと仮定して考察を進めていました。そこでもう一つ、ヒナがタイムリーパーでないと成立しないのではと思うものを見つけました。ヒナの記憶がおかしい。それは血のハロウィン後、エマがマイキーの妹だと発覚する第66話でのワンシーンです。マイキーとお出かけしているエマを目撃した竹道、ヒナ、ナオト、山岸がマイキーとエマが付き合っていると勘違いし、ドラケンにバレないよう試行錯誤した結果、そのドラケンからマイキーとエマは兄弟だと知らされるという内容なのですが、その中でエマが「あれ、ヒナには前言ったけどな」とぼやいており、ヒナが事前にエマからマイキーの妹だと言われていたのに忘れてしまっていたため、こんな大ごとになってしまったというシーンがあります。
最初に読んだ時はギャグとして受け止め、特に何も思わなかったのですが、じわじわと。しっかり者のヒナが親友のエマがマイキーの妹であるという重要なことを忘れるかな、と疑問を持ちました。そこでたどり着いたのが、ヒナがタイムリープしているため記憶が乱れているのでは、という考えです。タケミチの場合、過去に戻った直後は状況を飲み込めていなかったりと、入れ替わっている間の記憶はないようなので、ヒナもタイムリープして入れ替わっている間にエマがマイキーの妹だと聞いたため、その記憶が抜けているのではと思いました。これでもヒナがタイムリーパーで確定かなと思ったのですが、136話から137話を読み返したことで、この根拠は成り立たないことが発覚。そしてむしろ別の人物がもう一人のタイムリーパーとして浮上しました。記憶がおかしいのはエマだった。第136話から137話で描かれたのは、タケミチがドラケンと共に佐野家を訪れ、天竺の総長イザナについて話し合うストーリーです。そこでタケミチが、黒川イザナ何者なんだとつぶやいた時、お茶を持ってきたエマが、うちのお兄ちゃんと衝撃の一言をぽつり、驚きすぎてみんな固まってしまいました。そこでエマは、ちょっとマイキーには何度も話したよと言うのですが、マイキーに思い当たる節はなく、ピンときていないようでした。この展開は先ほどご説明したヒナがマイキーとエマが兄弟だと忘れていた展開と似ており、ヒナと同じ現象がマイキーにも起きていることと、ヒナと違ってマイキーならばそういった肝心なことを忘れてしまっていても性格上あまり違和感がなかったことから、やっぱりこの展開は単なるギャグであり、ヒナのタイムリーパー説を確定できる根拠にはならないかと思ったのですが、実はこの展開いずれもエマの発言が2人の記憶から抜けているんです。ということは、エマこそがタイムリーパーであり、別の世界線で話していることとごっちゃになっているのではないでしょうか。そうであれば、この時代のみんなの記憶からエマの発言が抜けてしまっていることも説明がつきます。このことから、ひとまずエマをタイムリーパーとして仮説を立てると、とある出来事の辻褄が合うんです。辻褄の合う出来事、それはエマを殺害するときにキサキが自ら手を下した理由です。ドラケンにしてもバジにしても、キサキは自分の計画に邪魔な人間を抹殺するときに他人を使って殺させるよう仕向けてきました。そんなキサキがエマだけは自分の手を汚して殺害しているんです。このことについてイザナも、一つわかんねえのはリスクを犯してまで自分の手を汚した理由だ、簡単に人を使って殺しができるのに何がお前を突き動かしたと尋ねているのですが、キサキは実の妹を殺した相手にてめえの興味はそれだけかと器用に話をそらし、イザナの質問には答えておらず、ハンマにも自分の手汚すなんてらしくねえじゃんと言われていましたが、必死なんだよ俺もというだけで理由については語りませんでした。そのためはっきりとした理由は分かりませんが、エマに関してキサキが自分の手を汚してでも確実に殺さなくてはならない、エマ殺害に失敗は許されないと考えていたことが伝わってきます。なぜキサキがそこまで必死になったのか、それはエマがタイムリーパーであり、キサキがそれを知っていたからではないでしょうか。タイムリーパーであるエマを生かしておくことで自分の計画を邪魔されてはたまらない、そんな思いから確実に殺す必要性を感じていたのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。さまざまな説が考察されているもう一人のタイムリーパー、今回はエマに焦点を当てて考察してみました。今後また別のキャラについても考察できたらなと思っています。皆さんが考えるもう一人のタイムリーパーについてもぜひコメントにて教えてください。これからもたくさん通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。